こんにちは、シャンシャンです。今回は、草書を覚えよう、です。この筆ペンを使って、草書を書いていきたいと思います。今回書くのは、名字の小川さんです。では、早速、書いていきます。小川さんは、全国で30番目に多い名字です。39万6千人いらっしゃるようです。全国的に広く分布されている名字です。日本では地形上小さい川が多く土地にちなんだ名字と言われています。日本の河川の数は約3万5千あり、そのうち1級河川の数は約1万4千ほど。2級河川は7千ほどあります。それ以外が小川になるかと思います。ただ、農業用の水路などは含まれていない数値なので、身近にある小川はもっとあるということですね。楷書、行書、草書ですね。草書はいろいろな書き方があるので3種類書いてみました。ありがとうございました。またの動画で